こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、甘くて美味しそうなイラストですよね。アメトリさんの作品で、タイトルは愛の使者。この絵は去年のバレンタインに描いたイラストです。昨年度を振り返り、一番よく描けたと自分で思うものをどうせなら添削に応募してみることにしました。テーマとか描きたかったものとかはいろいろあるのですが、それがどう伝わるのか、また伝わらないのかが知りたいです。特別添削してほしいポイントはありません。自分に足りないところ、伸ばせるところ、何でも知りたいので、気になった点や直せる箇所がありましたらガンガン指摘してほしいです。よろしくお願いしますとのことです。はい、アメトリさん、ご応募ありがとうございます。まずですね、アメトリさん、美味しそうなフォンダンショコラの女の子のイラスト、よく描けていると思います。これ多分ね、中身がとろっととろけ出しているので、フランスのチョコレートケーキ、フォンダンショコラかなっていう風に思いました。美味しさ、甘さ、すごくね伝わってきました。素晴らしいです。はい、でですね、今回何を添削していくかなんですが、作者のアメトリさんも気にされている伝わり方、どう伝わっているのかについてです。このイラストですね、確かにこのね、チョコレートのとろっととろけ出している質感が表現されていて、そのチョコレートにまみれながら愛を届ける小人の女の子が可愛く描かれてはいるんですが、このモチーフそのものではなくてね、描き方や配置の仕方でいまいち描かれている内容が分かりにくく、見えにくくて、ちょっとね、見ている人に伝わりにくくなってしまっているポイントがあると思います。それがですね、もったいないですが、数箇所見直すだけでも劇的にその部分は改善すると思いますので、見やすくなるポイント、そして伝わりやすくなるポイントをお伝えしていければと思っております。ぜひ最後までお付き合いください。はい、まずですね、このシチュエーション、よく見るとここにナイフとフォークが書かれていて、フォンダンショコラをナイフで切ったら女の子が入っていたっていうシチュエーションだと思うんですが、これね、ちょっと気にしすぎなのかもしれませんが、もしかしたらね、切るところ間違えたらこの女の子ぶった切っちゃっていたんじゃないかという不安がどうしても浮かんできちゃうんですよね。これ僕だけかな。なので、その不安をなくすためにはこうしたいです。はい、ナイフとフォークを一旦消しちゃって、で、女の子を画面に大きく配置しました。ただこれだけだと、後ろに書かれているケーキがそもそもケーキなのか何なのかすらちょっと分からなくなってしまったと思うので、分かるように加筆しますね。はい、ケーキと女の子の比率を見直して、ケーキをね、かなり小さくしてみました。もちろんね、前の比率でも全然いい絵にできる手段はあると思うんですが、僕はですね、お手軽に見栄えをアップする方法として、キャラクターをできるだけ大きく画面に配置するっていう方法をおすすめしています。さあ、でね、まだ大きさを決めただけじゃフォンダンショコラだっていまいち伝わらないと思うので、外側の生地のちょっとひび割れた質感をまずは描いていってみましょうか。はい、こんな感じですね。ケーキの外側の質感と、あとは上にかかっている粉砂糖、これも特徴的なのでしっかり描いていきましょう。あとはフォンダンショコラといえば、なんといっても中からトロッと染み出してくるチョコレートです。トロッとした質感を描き足していきましょうか。やってみます。はい、でとろみの描き方なんですが、結構これ簡単でですね、ハードライトレイヤーを1枚追加したら、グレーの色を選択しましょう。そしたらですね、こんな風にちょっと明るかったかな、明るかったらこの色相サイドで少しこう明るさを調整しつつですね、これで反射光をこんな風に描き加えていきましょう。でまだね、質感が弱いなと思ったら、もう一枚ハードライトレイヤーを用意して、もう少し明るいグレーでこれまた反射光を描き入れていきます。
はい、こんな感じでとろみが追加されました。この辺もね、フォンダンショコラっぽくちょっとひび割れを追加していきましょうか。はい、こんな感じ。これフォークで崩した時にこういうねひび割れできますよね。さあ、あらかたですね、この外側の質感とあと内側のとろっとした質感表現ができたと思います。どうでしょう、こういうね質感表現って絵を描いていく時の醍醐味、楽しみとして、まあ、形を取っていくっていう楽しみもあるんですが、こうやって質感を表現していく時の楽しみっていうのもあると思います。光や影を追加していって、でね、思ったような質感が出た時には、あ、想像していたようなとろみ出たってね、ものすごく気持ちいいカタルシスあったりします。ぜひね、質感表現チャレンジしてみてください。さあ、ただですね、これだけだとちょっと色味として寂しい感じがします。チョコってまあ味覚的には甘いって僕ら知ってますから、味を想像するとテンション上がるっていうこと、まあもちろんあると思うんですが、じゃあ視覚的にどうかっていうと、黒とか茶色とか結構ねチョコって地味な色なので、視覚的にテンションを上げたいところです。はい、視覚的にテンションを上げるには何が重要かっていうと、皆さんもうお分かりですよね。そうです、補色、つまり反対の色味も使ってあげることです。画面に多く使われているのは今だと赤とか茶色ですが、その反対色は何かっていうと緑ですね。緑を追加していきましょう。はい、奥にイチゴとかラズベリーを追加しつつ、飾りとしての葉っぱも添えて緑色を追加しました。緑色がね追加されたことで、反対色の茶色とか赤色も引き立ちますから、さらに美味しそうに見えます。これね、お店とかで料理を頼んだりすると、必ずお肉とか茶色いものに緑のお野菜が添えられていると思います。まあ、僕のね娘のカッチンさんとかはね、私はお肉を食べたいのになんで野菜乗ってんだとかね、あれを見て結構怒ったりするんですけど、単純にその方が視覚的に料理が美味しそうに見えるから緑って添えられていますよね。料理って味もそうなんですけど、目でも楽しむものですからね、補食を意識的に取り入れて、メインの料理をより美味しそうに見せる工夫は非常に大事だと思います。まあ、ちなみにね、カッチュンさんは最近ちゃんとお野菜も食べられるようになりました。えらい。はい、次行きましょうか。手前にもイチゴを追加していきます。はい、こんな感じです。まあ、このね手前のイチゴはちょっと好みかなとも思います。素蜜を考えれば、ここはガラッと空間を空けて、お皿の柄とかをね代わりに描いてもいいかもしれません。はい、下に敷いてあるお皿の質感も少しだけ描き加えていきます。はい、こんな感じ。皿への移り込みも描き加えて、あとちょっと細かいですけどね、ここに粉砂糖も追加しました。さてさて、ここからはキャラクターを添削していきます。まあ、といってもね、キャラクターはしっかり描けているので、そんなに大きく変更するようなことはしません。まあ、一応細かいこと言うと、この左足がちょっと湾曲の仕方が、まあ、こういう演出だということは分かっているんですが、ちょっとね人によっては演出方で足が少し奇形になってしまっているって感じる人もいると思うので、もう少しまっすぐにしてあげた方が多くの人に受け入れやすくなるとは思います。直してみますね。はい、こんな感じの方がねちょっと受け入れやすい感じがありますよね。まあ、こういうですねデッサン的な部分を取り上げていけば、まあ、他にもいろいろ指摘するポイントはあるんですが、この絵に関してはというか絵作りに関してはですね、まあ、そこまでデッサンって大きな問題でもないように思えるので、僕はあんまり指摘することは少ないです。まあ、とか言うとね、アメトリさん、どこ気になるのってね気になるかもしれないので、一応言葉だけで言っておくと、首のつき方が、まあ、この辺が付け根になると思うんですけれども、まあ、本来であればこの辺に付け根が来るかなっていうふうに思います。なのでね、首がすごい長い人になってしまいますね。
なのでここはちょっと修正した方がいいかなって思うのと、あとはこの腰あたりもこの左側の突き方が少し右側に比べて不自然かなと思ったりはします。はい、この2点余裕があれば直してみてください。まあ、今みたいにね、僕が気になったとしても全部を僕が気に入るように直すわけではありません。そうするとね、僕の作品になっちゃうからですね。さあ、それでは次なんですが、チョコの汚れをもう少し取ってもいいのかなと思います。やってみます。はい、こんな感じです。まあ、チョコまみれに、ね、なっている女の子を描きたいのはわかるんですが、今回のようにチョコの、ね、細いラインでどんどんキャラを汚していくとですね、単純に、ね、茶色い細い線が気になりすぎてしまって絵が見づらくなってしまうんですよね。なので一旦汚れは取っちゃいました。はい、で右腕がないので描き足していきます。はい、こんな感じ。そしてここでですね、最初にあったナイフとフォークを取ってしまったので、じゃあこのフォンダンショコラ誰が食べたの？という疑問が湧いてくるかもしれません。なのでその答えを書き加えていきましょう。はい、この子にフォークを持たせてチョコを食べさせてみました。これでね、あ、この子が自分でチョコ食べちゃったんだっていうことが伝わりますよね。タイトルには愛の使者ってあるので、この子がフォンダンショコラを作ってくれたんだとは思うんですが、でも自分で作ったケーキを自分で食べちゃうっていう、そういうタイトルとの矛盾も可愛らしいですよね。あとは髪の毛がちょっとぶつ切りになってしまったので少し書き足します。はい、こんな感じです。で最後にチョコの汚れを描き加えていきましょう。汚れってですね、絵を描いている側は描いているうちに盛り上がってきちゃって、うおー汚れ描くの楽しい、でどんどん汚していっちゃうところあるんですが、さっきも言ったように描きすぎるとですね、ただ単に見づらさにつながってしまうことがあるので、まあ、意外とねちょこっとだけでも汚れって良かったりするんですよ。こんな風に、はい、この程度でですね、あ、チョコついちゃってるって伝わるので、まあ、結構十分なのではないかと思います。最後にキャラクターをアップにしたので目のインパクトが少しだけ足りないような気がします。少し書き加えて目力アップさせてあげますね。はい、こんな感じで今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。結構ね、こうして見ると緑の存在、この補色の存在って大事だっていう風に気づくでしょう。いかがでしょうか。はい、今回の添削では伝わりやすさに重きを置いて添削しました。まあ、一口にね伝わりやすさって言ってもいろいろありますが、今回の絵ではケーキの全貌がちょっと見えていなかったので、フォンダンショコラだということが少し分かりづらかったことと、それと女の子にかかっているチョコ、このねチョコが細かすぎたせいでキャラ自体が見えづらくなってしまっているところに伝わりづらさを感じられました。なので絵が見えやすく伝わりやすくなるように添削を進めてきました。はい、いかがだったでしょうか。それと今回はね、見やすさと同時に質感表現についても解説を加えましたが、とろっとした質感もいいんだけど透明感のある質感の描き方も知りたいなっていう人も多いと思います。そんな時にはこちらの動画、気まぐれ添削140
透明感は2つの要素でできているがおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてホイのコーナーです。僕にあっち向いてホイを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれ気まぐれあっち向いてホイ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。